4人組ポップバンドイタズラストア、イタズラストアが4作目となるデジタルシングル、メロディーを11月6日にリリースする。ゆっくりと愛を育んでいこうという思いをチャーミングな旋律と遊び心あふれるアレンジで表現した、不器用な大人のラブソングだ。長い年月を共に過ごした人同士でも、お互いを完璧に理解することは難しいと感じます。日頃分かり合えているつもりが、思わぬところで意見が食い違ったり、言い争ったり、それでも互いに歩み寄りながらずっと一緒にいようという気持ちの積み重ねによって、少しずつ愛を育んでいくのかもしれません。言葉で伝えきれない気持ちも湧き上がる旋律に乗って、大切な人の心に届きますように、そんな思いを込めて作りました。ゆりん市キーイタズラストアは2019年に東京ネオコスメティックポップバンドとして結成されたガールズバンドだ。ジャンルを超えたカラフルなライフソングを描き出す彼女たちの作品は、非常に幅広い音楽性にあふれ、歪んだサウンドの中でひょうひょうと問題提起をしたと思えば、美しいバラードで繊細な物語の中に誘われ、聴く者を飽きさせない多面的な魅力を放っている。東京芸術大学出身のゆりん市キーによる巧みな楽曲アレンジと、メンバーそれぞれがソロやサポートなどで経験を培った上で結成され、演奏力に非常に高いバンドでもある。赤にた舞踊の変幻自在なハスキーさも大きなポイントだ。2024年にリリースされた欠落美学はすでに FM 3社パワープレイに選出され、前作ファンキースパーキーライフは MBS かまいたちの知らんけどエンドテーマに抜擢されるなど、今後の躍進が期待されるアーティストだ。ニューデジタルシングルメロディー2024年11月6日水曜日発売、イタズラストアワンマンライブ2024、ネオコスメティックカラーズ2024年11月23日土曜日、新宿マーズ。